はい、グッチョブエイブアイムマンゴーレイカイダイシ。今日はね、珍しいイワナメイク卵、イワナメイクいくら、醤油とビジネスは結構やってるんですけど、黄色でしょ、ね、鮭のイクラと違ってなんか黄色かったんで、味はイクラそのものだけど、マスコットに近いな。切り方して、こう、くしのやつですね。すごい、イワナメイクすごく食べやすいんだけど、結構、今日の今回の皮は、前回のホテルなんか苔の味なのかなんか知らないけど、苔の風味が強いのか知らないけど、なんかちょっと魚の癖が若干強いんですよ。いやそれでもその嫌な意味ではないんですけど、いつも食べてるそうってあるじゃん。まあここに比べると若干その嫌な臭みとかじゃないんだけど、なんか魚の味が独特っていうか、なんかいや綺麗な、すごく綺麗な綺麗な川なんだけど、まあちょっと川によってちょっと苔の匂いとか強めのとことか結構あるんでね。うん、いやいや間違ってもその家庭排水の匂いがするようなところでは絶対僕魚釣らないんで。切るとね、分かりづらいかな、腹骨のところもね、食べにくいところもね、きれいに骨だけ残って食べやすくいいんですよ。いやこれ俺の発明かな。世界中のどこ誰かかは似たようなこと考えてる人いるかもしれないけど、うん、こういう切り方して串打ちするとすごい身離れが良くて食べやすいです。こう両生だね。以上でした。うん、じゃあね、バイ。